気の悪い。 ラディオ頼む。なあ、一人で押してくれ。わが言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても買わないでしょ。プロンプター話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。猫に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？ やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。 待ってたよ。どれが王子？あ、初めまして王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。<笑>あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。 さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。まあ。<笑>親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？ いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。別はすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。<笑>じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。 しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。あ、王子！王子、この辺りは初めてだよね。 地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。好みの品を選んでくれ。 ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文無しか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。
あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。いろんなの置いてるな。面白いもんねえかな。オートから持参したもので十分だぞ。いらっしゃいませ。今日はどうするんだ。ここから選んでくれ。情報が欲しいんだ。標的たちだ。
分かった。これなら再現できそうだな。腹は満たせたみたいだな。